じゃあ続いて玉のつゆ。じゃあはい、クリーズ。違う。うん。うん。八重線に比べるとちょっと味が濃いかなっていう感じはするね。この癖は俺らの好きな癖に近いよね。これもどっちかというと香ばしいの方に入るのかな。うん、うん、そうだよね。もう一番初めの制服も香ばしかったんですけども、この、玉のつゆですね、ちょっと違うベクトルの香ばしさだよね。こっちはこうまったりした中の香ばしさ、こっちはすっきりした中の香ばしさみたいな感じね、イメージ的には。じゃあ今度は僕水割りで。水割りにすると、まあ、個性になるような香ばしさが消えて、まあ、さらっと飲めるよね。うん、もしこの動画よろしければグッドボタン。またなんで？もうちょっと無理。まだまだちょっとまだ無理。そして、チャンネル登録いたしくうにげさびら。ビフォーユー。